はい、えー、どうも、のりまるです、えー。今日は2018年12月の27日木曜日ですね。今、時刻はお昼を少し回ったところです。えー、13時08分ですね、えー。今日も朝のチャート観察じゃないわ、あまあ、今の、ね、時間帯の、まあ、チャート観察ということで、えー、あれこれとお伝えしていこうと思います。よろしくお願いします。まあ、最近、ね、繰り返しお伝えしている通り、もう年末相場なんでね、もう手島いをして、まあ、今年の取引を終えた方も、まあ、多数いらっしゃると思うんですけれども、 まあ、取引しないまでも、まあ、今起きている事実っていうのをね、まあ、客観的に見ていくってことは、あまあ有益に、まあ、今後のね、まあ、来年に向けての、まあ、準備ということで、えーまあ、見ておいて損はないんでね、えー、チャートを追いかけていきたいなというふうに思います。<laughs> で、えっ、ー、と、まあ、先日大きくね、下落をしたチャート、も、ま、う、あ、ズドーンズドーンズドーンとね、まあ、今週も窓を開けてスタートしたこのところから、 大きく、ね、最安値を更新して、冷やしレベルでも、まあ、かなりの勢いで、ねえー、下落をしていったんですよね。まあ、休日だったり、えー、クリスマス休場だったり、日本の休日だったり、えー、市場の休日が重なったりして、一時的にこの110円という値段をタッチしていったんですよね。ただそこから、まあ、この110円というところも、ねまあ、かなり意識されているところで、ここを抜けていった先の次の目標はここですよね。 まあヒゲの先で見ると、109.773っていうところ、まあ、この値段あるわけですけども、まあ、一直線にズドーンと売られていった。あと、月曜に窓を開けたっていうところで、えー、まあ反発しやすい形にはあったかなと。で昨日のチャート観察で、えー、まあそのね、まあ、反転ここですよね。えー、これがドル円の30プラスですね。まあ、下がってきたら、あまあ買っていけそうかなと。上がってきて、押し目をつけたら、もうこれ買っていけそうなっていうところを見ていたわけですけども、このライン、 110.7円ですね。これも、まあ、高値、足週足レベルで意識されてたところですね。こういった、まあ、実体レベル、まあ、以前からね、えーまあ、ここから引けてくるラインで、何度かあサポート、レジスタンスされてたわけですけれども、そこから、まあ、押し目が入って、どーんと、まあ、高値を更新してね、えー、こういった戻り高値を更新して、えー、ズドーンと、まあ、かなり強烈にね、まあ、上昇していったってチャートに。 なってますでここでまあニュースで流れたのが、えー、っと、これですよね。<laughs> ニューヨークダウン急反発。これは昨日、今朝方かな昨日かな今朝方かな今度は史上最大の上げ幅なんてね。まあ、先日は史上最大の下げ幅なんてニュースが流れましたけども、今度はね、今度は史上最大の上げ幅なんてね、まあ、かなり極端な、ま,あ、まさにこう年末換算相場なのかなっていうところで、大きく下落したんだけども、急激に上昇しているっていうチャートに なってますこれがまあダウ平均株価ですね。ズドーンと安値をつけてから戻り高値。これがまあ、えー、上昇していると。今現状,現状ね、戻り高値にいるので、まあ、そこでどうなるのかなっていうチャートですよね。まあ、ずっと下がってきたんだけども、一回ここで急激に上昇したと。でもう一つこれが日経平均ですねで。こちらもかなり強烈にね、まあ、意識されていた。例えば2万,あ2万円とか、まあ、2万1000円とか。 あそういったところを大きく割り込んで、ドンと。これが1年数ヶ月ぶりの、まあ、安値更新したわけですけれども、そこで再度ね、安値を放り進んでから、今急激に、ね、上昇しているっていうチャートですよね。で、現状で、いくらなんだろう。まあ、ちょっと今、スマホで確認しますけれども、あまあ、急激に回復しているっていうニュースが、まあ、流れたっていうところですね。でそれに伴って、まあ、ドレーン相場もね、ズドーンと、 ま、これ今30%レベルですけども、かなりの強い気いで上昇していったとあ。2万円を回復したんですね。えー、プラス前日比753円。2万円を回復したっていう、今ね、手元で、えー、チャートが出てます。ここまで来たんですね。うん、なので、ここの下落を、まあ、全て打ち消すような、まあ、上昇にはなったのかなっていうところです。でこれでまあ一時的に、えー、かなり強いね、先週から続いてきた下落が一旦落ち着いたのかなと。まあ、市場にこう安藤の空気が流れたというか、 あまあ一旦、いったそこ止まった。まあ、そんな様相が、まあ、見て取れますよね。うん、ただ、このチャート見ても分かる通り、この今、緑のライン引いてある11、111.4円付近っていうのが、ここですよね。先週末に作ってきた、このレンジっていうところ、まあ、窓を埋めてね、ここまで上昇してきたわけですけども、ここ、やっぱりね、強いレジスタンスになりますよね。ここまで、四字架足で見た時間足してたときに、こう、ドカーンとかなり強い勢いで売られてきた、この戻り高値ですね。 なのでここを明確に上抜けてこない限りは今のこの流れちょうどねこの4時間の切り下げにかかってきてる位置ですけどもあここから上には、まあ、なかなか進んでいかないとさらに上位足で確認してみるとこういうところですよねただまあ冷やしてみた時には大きくこう剥離している状況なので例えばこの移動平均線がね、えー、この後、まあ、どう動いてくるかっていうのは この先の動きで、えーまあ、決定されるわけですけれども、例えばこうね、徐々に徐々にこう近づいてきて、この冷やしが、まあ、こんな感じでね、えー、この辺りをレジスタンスされて、なんとかこう高値をチャレンジするような動きになって、<coughs> まあ、こういった移動手塚に当たってくるような位置からあ大きくね、こう下落をしてくるような流れっていうのが、まあ、現状としてはね、えー、すごく想定しやすい流れにはなってくるのかなと。 まあ先日からお伝えしている通おり、ね、高値圏からかなり強く売られてきてしまったので、まあ、最終的にこのチャートの行き着く先は、まあ、上から下に、えーまあ、しばらくは下落相場は続いてくくのかな、長期足レベルで、ね、そのさあ下げの順番がやってきているのかなといったのが、このチャートを見た時きの客観的な感想であって、えーまあ、そうなるかならないかというのは、ね、まあ、この先の、まあ、全ての参加者の総意で決定されるわけですけれども、 高い位置まで来ると相当売られやすいチャートにはいると。で現状これ昨日かなり強い要線が立ったんでね、えー、この勢いで一旦こういったあま抵抗体を上抜けてズドーンとね、まあ、勢いよく上昇する可能性、これはまあ否定できないですけども、例えばこういう底112.5円とかあ、こういったひげの先112.3円とか、このラインっていうのが、ね、以前作ってきた、まあ、これも抵抗体なんで、 まあ上がってきたとして、112.7円付近、この辺りですね。まあ、もしくは、例えばね、こういったまあ波の定規を当ててみると、目安としては60.8%、112.3円、まあ、この安値付近ですよね。これはもちろんね、目安の一つにしかならないわけで、買いにここに接近してきたときに、どうなるのかっていうところを判断しなければいけないわけですけども、買いに急激にね、このまま、 ずどんとこう上がってくると、さらにその力があ、まあ、暴落の力になって、こういったね、かなり急激な下落をする可能性もあるので、まあ、いい逆張りチャンスにはなりますよね。うん、で、今、12月27日、今週、来週といよいよ今年が終わるというところで、<laughs> えーまあ、株式相場で大納会とかね、今年最後、平成最後の動きがしまって、まあ、来年からまた、 1>, ああ1年の新しい相場が始まるわけですけれども、まあ、どうでしょうね。まあ、今年は、まあ、最終的には、まあ、こう下がっていくるのね、流れが想定できますけれども、さあ、それがいつ来るのか、ああじゃあ果たして来ないのか来るのかどうか、正直ね、まあ、誰にもわからないっていうところはあるわけですけれども、おまあ、想定できる、まあ、シミュレーション、まあ、起こりうる形っていうのを、まあ、あれこれシミュレーションしていて、 持ってきたら売りたいなというのが、第一のシナリオ、自分の中で第一のシナリオになっていますし、そうやって見ている人も少なくと多いでしょうし、今ここからね、例えばこの114.5円、直近の高値、プラス週足、冷やしレベルの強烈なレジスタンスですけども、ここを超えてぐんぐん上昇というのに転じるというのは、かなり厳しい状況にはあるのかなと。たたたただだ先ほど流れこういっっニュースり えこういった作用によってま安心感を得る人もいるわけですよね。例えば高いうちで買ってた人、あやっと戻ってきたと、あま,だまだまだまだいけるかもしれないと。そういった人たちが逃げ出す、いよいよこう最,後最終的に、あもうこれ以上上がらないな、これやばいなって思い出すとか、大体こういった位置であって、まあ、その相違がね、えー、一気に傾くと、 ドカンとこう暴落が始まったりすするわけですよね、うん、今のこの日経平均だったりっていうところのチャートを見てみると、まあ、強烈に今戻ってきてからだだだだ,だじ,わじ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 わこの2万円の攻防を行っているとそういったチャートなんですよね、うん、でここの決着が現状ついてないと この戻り高値ですね。この戻り高値。あ、違うか。こっちか。こっちですね。今、ズーンとね、上昇して、今、ここでも、まあ、み合いをしているっていう状況ですね。うんでえー、まあ相場っていうのはね、こう、幸福感を得られる。皆がね、あ幸せ、まあ、安心、まあ、上昇トレンドで、まあ、何もお、まあ、失うものが、あの、あまあ、怖いものがないと。まあ、安心できると。まあ、そんな時には、 逆にこう大きく下がりやすくてこう絶望感を生むようなあも,うあもうおしまいだこの世の終わりだっていう時は逆にこう買いのチャンスなんですよねこれはまあ集団心理、まあ、人間の、ねまあ、根底にあるような感情があまあそこには広く混在していてそういった心理にまあ陥りやすいとなので仮に今この状況でねこれ、えー、だけ大きく下落をしたあー さっきのニュースで、日、え、経、ーまあ、平均、ダ、え、ウ、ーまあ平,まあ、平均株価が大きく下落したんだけれども、これだけ急反発しましたよと、安心ですよと、まあ、これから、あーまあ、堅調なね、また上昇が続きますよなんていうニュースが流れ出すと、これ、すごく危ない状況にはなってくるのかなと。みんながね、ああ、よかった、もうこれはね、大丈夫だと。あまあ、だいぶ回復してきたと。 今年の冬も、まあ、これで越せそうだななんていう、ね、空気が流れ出すと、おそらくねそれがあ、まあ、暴落のシグナルになってくるのかなと、つ、ま、い、あ、ね、そういう逆の視線というのは必要で、まあ、逆に見続けるわけではないんですけども、まあ、普段んは、ね、トレンドに乗る、波に乗るっていうところで、まあ、主にエリオット波動第3波を狙いなんていうことをよく言ってますけども、こういう相場の大転換、大きな、ね、流れが変わっていくときっていうのは、そういったところに注目して見ていくと、 きっとね、いいことがあまあ起こるというか、あ余計なね、まあ、暴落相場に巻き込まれずに済むというか、うん、そういったところにはなってくるのかなというふうにはあ思います。はい <laughs> で、まあ、今、この段階ですね、ドル円の流れですけれども、まあ、ズドーンと上昇してから、この長期足、四時間足レベルの レジススタンスですね、まあ、抵抗体ここからまあじわ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 下がってきてるわけですけども、まあ、今のその観察相場というところを踏まえるとこの中途半端のところでこうガチャ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 やりたくないですよね、うん、もう今なんかすると考えた時には110円に接近してくるか、まあ、ここを抜けてくるか、まあ、値幅的には150ピップくらい、まあ、かなりの幅があるわけですけども一瞬でこうねスポーンといってしまうことももちろんよくあるというか あこういった相場の中では、あまあ想定できる値動きで、もちろん今現状ね、えー、下から上に、かなりの勢いで買いが入ってきてるので、この押し目を買っていくっていうのは、あまあ間違った選択肢ではないですけれども、おまあ買っていくとすると、こういったまあネックラインですね、110.7円、あとこの押し安値、110.8円かな、826、まあ、このあたり、もうすでに接近してきてますよね。 そういったところでしっかりとまあ下がりきってからこの60ターンしませんこのあたりですね。そういったところからまあその少しの値幅を狙うと。そういったまあトレードであればまあまあ100プズっていいと思うんですけれども、もうこの本当中ほどっていうのね、まあどっちに言ってもおかしくないと。まあ乱高下むしろね乱高下しやすい場面なので、まあ繰り返し押さえしている通りね、まあ年末相場っていうところを踏まえるとまあ無理してることどころではないですし。 一つ、まあ、観察に徹するののがいいのかなとただ、さっき言ったようにね、ズドーンと上昇していった、まあ、みんなが安心するようなね、まあ、かなり強い上昇が起こったときには、これ、逆にその力がね、もう天井から叩かれるような、まあ、そういった流れにもなりえるので、まあ、ここから、ね、年末に向けて、ここまで上がってくるかどうかっていうのは正直わからないですし、今こうならないかもしれません。 このままね、えー、この範囲で横の動きをしばらくしていく、落ち着いた、安定した流れになってくる可能性もありますけれども、も大きい流れで見るとね、この持ち合いを下に抜けてきたと、週、ま、足、あ、レベルでも、まあ、戻り、えー、押しやすねを抜けてきたと、まあ、強い陰線がね、ドンと立ったと、まあ、そういったすべての状況を踏まえるとね、えーまあ、高い位置まで来ると、まあ、相当売られやすい流れにはあるので、まあ、そういったところを踏まえてね、えーまあ、いつも以上に1歩、2歩も3歩も引いて、 チャ、えートを見ていきたいなというところだと思います <laughs>、まあ。暴落っていうのはね、大きなチャンスにもなりますけれども、もちろんそこにはリスクも孕んでるわけですよね。そのリスクを、まあ、どれだけ、えーまあ、軽減させることができるか、まあ、その鍵は結局のところ、まあ、引きつけるっていうことですね。まあ、リスクを限定させるためには、まあ、損切り幅を小さくしたいと、えー、いうところで、まあ、想定できるね、ライン そういったところまで接近してき、えー、たときには、まあ、エントリーできますけれども、まあ、それ以外はもうノーエントリーにしたいですよね。うんまあ、いつも言ってる通おり、まあ、チャンスはいくらでも来るわけなので、えーまあ、特に今あ、この状況で、まあ、無理に焦って、ね、エントリーする必要は、まあ、どこにもないっていうところ、まあ、それがまあ一番大事なところであって、えーまあ、とにかく観察するってことですね。 この年末、例えば年末年始を迎えたことがない人であれば年末年始、こういった動きをしやすいんだなとクリスマス休暇系から市場の流動性が失われて大串投資家が休,憩休暇に入ったりして少しの大量資金の導入でどーんと値が動いたりとかそれ以外は全く動かない時期があったりとか。 重要指標発表前のようなね、そんな状況にいいなりやすいと。そういったことをね、前提として見ていくと、いい結果が、いい年がね、いい年が迎えられるんじゃないのかなというふうには思います。特にね、エントリーにまあつながるような話ではないかもしれませんけれども、年末相場というところでね、今後、 まあ何年か先に生かせるようなね、そんな流れをおーまあ今現状の動きから見ていくのがいいのかなといったところでえ今日のチャート観察終わろうと思います。はい、またね、年末バタバタしてる時期ではありますけれどもまあ日々ね、5分でも10分でもいいのでまあチャートを見る時間っていうのを作ってねまあエントリーできないまで,でもまあチャートを観察していくってことはまあとても大切かなといったところでえ終わろうと思います。はい、え今日もね、1日あと半日ですかね。 張り切っていきましょう。